京都競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。さあ、先手を奪うのはどの馬か。成田ガバナー。前に行きそうです。マイネクリーシェ。それに続いています。メジロブイット。どうやら後ろからになりそうです。それでは先頭から。先手を取ったのはエルブレッシング。この辺りで1、2コーナーの中間点を通過。並んで3番、メジロエンビア。1番人気のマイネルチャイムズ、現在先端に取り付いています。マイネクリーシェ上がっていきました。これに続いてデルイマジニング、その外に西のシアンス、サベラハワイアン、そのうちに続いています。その外から成田ガバナー、さらにはエルレーサー、その外にダノンジェット、内からはダノンパティ、ウェーブネイティブ、すぐ後ろスパイラルシダーマ、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。エンマボスラ、それに続いています。その隣にベルアライブ、最後方にメジロウィット、各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はエルブレッシング、まだ粘っています。メジロエンビア、ほとんど差がありません。マイネクリーシェ3番手、 G12 勝、マイネルチャイムズ、まだ後ろ、鞍上のゴーサインはまだでしょうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はエルブレッシング、4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭変わってマイネルチャイムズ、あと 200m、 後続を引き離すマイネルチャイムズ、足色は衰えません。2番手は西のシアウス、先頭はマイネルチャイムズ、1着でゴール、2着にはどうやら天馬ボスラ。マイネルチャイムズ見事1番人気に応えました。府中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優秀牝馬オークスの発走です。さあ最後は大外枠のバルクランド、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。バンダイグラッセ、好スタートを切りました。バルクランド、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してバンダイグラッセ花に立ちます。その後ろからはエリモモンジュー、この馬も上がっていく構えです。エンマーキャピトル、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。アロハフリー、先手を取りました。内からはエリモモンジュー、その外からバンダイグラッセ、オカリナサンタフェ、そのうちに続いています。好位置をキープしています。スノーウェーブ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。その隣にスイートハイウェイ、その横にレイジングフィート、内からはジャガーショー、その外にペンマデーズ、内からはアセチレンアニップ、その外にエクセラースパーク、内からはバルクランド、並んで黄金の馬体テーブルボジット、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。内からはバンティズトロメオ、赤の帽子ベルカレリア、その後ろ、これに続くのがブリーチフェイバー、すぐ後ろにエンマーキャピトル、しんがりからベルズデューク、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、前哨戦の勝ち馬アロハフリー、依然として先頭、好景気を通過していきます。さあ先頭はまだ14番アロハフリー、2番手はエリモモンジュー、バンダイグラッセ、3番手オーカショーバ、スノーウェーブ、まだ後ろ、鞍上のゴーサインはまだでしょうか。ここで先頭はエリモモンジュー、リードは2馬身から3馬身、バンダイグラッセ2番手、手応えはどうか。外からスノーウェーブ、オカリナサンタフェ、伸びてきた、ここから勝負をかける。残り 200m、 エリモモンジュー先頭、一気にバンティズトロメオ、エリモモンジュー先頭だ、バンティズトロメオ、バンティズトロメオ、1着2着はエリモモンジュー、見事に勝ちました。バンティズトロメオ、スノーウェーブ完敗です。着外に沈みました。